まあ終わってみて一番前でいられたら嬉しいんで、まあ自分たちの力を出し切って頑張りたいと思います。2009年にここで僕は、九州のあったかいファンに後押しされて優勝してね、本当にその感謝の気持ちと、あとは去年ね、あと見たいファンの方々に見せれなかった分、そういった意味でね、あの彼らにハラハラドキドキするようなレースを見せれるように、まあ、精一杯頑張りたいと思います。2011オートバックススーパー GT 第7戦決勝レース、まもなくスタートになります。各マシン今アクセルを踏み抜く形でスタートをしていきました。グリーンラップが点灯。1コーナーに向かって各マシンが雪崩を打って飛び込んでまいります。まずはこの1コーナーのブレーキング、この勝負を見てみましょう。どうだ、無事に各マシン通過していくか。ここは綺麗に回っていきました。さあその中でデンソーサード SC430 がトップを守って差を広げていく形になりました。まだ10周目ですよ、10周目。リアですね。リアだけでしたね。大変なことになりました。トップ争い3台が GT300 に引っかかって大接近。今デンソーサードの後ろにエスロードモーラ、そしてモチュールが続いています。さあそしてまたぴったりと元山が石浦の後ろに突いた。なんだここで並んで前に出た。狙いすましていましたニアピン、ようやくここで仕留めました元山。あそしてデンソーも同時に入った。デンソーも同時に入りました。すぐ後ろピットワーク勝負になりました。デンソー22秒8、デンソーが前だ。デンソーサード SC430 ここも攻めてきました。行くか、ここで行ったか。なんと飛び込んでいく、2台並んでちょっと接触、接触。しかしここはなんとか井口も踏ん張るが、ブノは取れる家だ。第2ヘアピンがやっぱり狙ってきた。インに入る。しかしここも踏ん張る。まだ並んでいる、まだ並んでいる。インがキープ。いい戦いだこれは。でもフェアですからね。フェアです。もう意地悪さがないですからね。見てて気持ちいいですよね、はい。あそしてここで立川がようやく前に出ました。立川がようやく前に出た。あしかし1コーナー狙ってきた柳田。あれどうした、これはどうした井口。今ちょっとスピードがガッと落ちましたよ。あ井口ストップだ。なんだ急激にマシンが失速して今止まります。前回は残り3周でトップを奪われ、今回は残り2周でストップ。立川雄二がなんとなんと2回ピットに入って3位でチェックした、はい、最後までペース落ちなかったですね。これも素晴らしかったですね。やった！っスタートしてちょっと状況が厳しそうだったんで、そこで2ストップにねすぐ切り替えたのがね良かったですね。前回からちょっとね調子は向きなんで、はい、最後頑張ります。自分のスティント結構いいペースで、走ることができて、まあ、最終的にねあえて立川さんにつないで、いやもう本当、まあ、先週というかね、まあ、前回のレースに引き続きすごい嬉しいです。